サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。エキシビジョンマッチ、イングランド対ベルギー、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。そうですね、プレーしやすい状況になりましたよね。いいゲームが期待できると思いますよ。そろそろ試合が始まります。今試合開始です。外へ開いてきた、ギャリー・ネビル、ファーディナル、そしてジョン・テリー、パスをつないでいく、スペースを狙う、イングランドボールキープしています。ここからジェラード、イングランドボールを回します。ギャリー・ネビル、さあ攻撃に注目です。ジョン・テリー、そしてアシリー・コール、ランパードつないで、オーウェン、遠くからいった。さあ北澤さん、これ少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。いや、いいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。ダールが戻します。ゴール前にいるのはブッフェル。先制のチャンス、タイミングいいですよね。うまく決まりました。ジェラー積極的に行きます。ブッフェル、赤い悪魔が攻めます。エミール・ムペンテ、バンデルヘーゲ抜けてきます。このスルーパスはオフサイド。惜しいプレーにも見えますけどね。ノットヘッドで競り合う。イングランド少し流れが来ているようにも見えるんですが、そうですね、出足はいいですよね、はい、前半15分が経ちました。逃げます。バーディナル、左に送って縦に出した。上皇、左から攻めていきます。アシリー・コール、またタッチを割りました。アシリー・コール、これはファールの判定。イングランドボールに、ボールは正面へ、ヘディングシュート、ヘッド決まった。イングランド先制ゴールを決めました。オーウェン、ボールを捉えるセンスが光ります。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね。さあリプレイ画面が流れ、さあベルギー先制点を許しました。そうですね、まだ選手に返そうという気持ちはね、十分にありますよ。いずれにせよここからですよ。これは通りませんでした。さあ競っていく、おっと奪った、早く折り返したいですよね。来たか。ベルギークロスから頭で合わせました。そうですね、素晴らしい形作りましたね。ギャリー・ネビル、イングランド、試合は前半の半分を過ぎているんですが、今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね、はい、エミール・ムペンテ、少し出して、さあ速攻、チャンスだ。これはファールを取られました。シモンズ、そしてここはファンデルヘイデン。まもなく前半も30分が経過します。もう一度頭で、
イングランド、ここはしっかりと守りました。あっと危ないプレー。繋いでギャリーネビル、一瞬遅れましたね。これはファールを取られました。しかし大丈夫でしょうか。ここで選手が集まっています。ここは起き上がります。怪我の心配はなさそうです。立ち上がりました。どうやら大丈夫のようです。ここからのフリーキック、一旦はたく、ジェラーランパー、この試合ワンアシスト。攻めの準備を整えます。さあ上げるか。さあファイルボール、再びチャンスになった。さあいけるか。拾ったのはピエロ、中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。回します。さあここに出てきたぞ。ファールを取られました。このボールを蹴るのはベッカム。狙った。いいえ。さて北澤さん、今のシュートなんですが、やや遠いところから打ってますね。ちょっと距離ありましたからね。少し丁寧にいってほしいところでしたね。さあここからの攻撃、ピエロ、流れるようなパスはもう一度シモンズ、抜けてきます。チェックが効いていました。右に回してベッカム、ジェラー、ランパード、いい上がりを見せた。ボールの先にオーウェン、なんとかクリア。さあ競っていく、外へ出した、ジェラー中央にいる、頭でクリアします。イエローボールを入れるのはアンデルヘイデ、ファンブイテン、果敢に奪いに行きます。ピエロ、あっとここでファール。さあこの位置でのフリーキック、ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。読まれた。おっとこういうところで早く止めた方がいいですよね。ファンデルヘイ、前へゆっくり送ろうという場面です。左に展開します。さあどうする、サイドへ出した、ヤリーネビル、中になかったんですよね。応援に行きます。ここで笛です。イエローが出てしまいました。最初のイエローですね。さあ今のファールリプレイです。ここからのフリーキック、いいボール、ヘッド、笛が鳴りました。前半終了。さあ北澤さん、先に1点先行されましたベルギー、強豪を相手にした前半の戦いぶり、どのように見ますか。そうですね、チーム全体でこう攻めるんだというイメージがないといけないでしょうね。今後半がスタートしました。イングランド、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がベルギー、ルーニー、赤い悪魔が攻めます。ちょっと攻めあぐんでいます。左へ、ここからシモンズ、左サイドを使います。さあ今度は左からです。スルーパスを出してくる、あっというですね。スローインするのはアンデルヘイデン、この選手ロングスローがねうまいんですよね。バット打った、マウダイ入った、すごい。後半まだ始まったところ、ベルギー同点に追いつきました。エミール・ムペンザやってくれました。ここで決めるのはね大きいですよね。本当ね、シュートセンス、
イングランド、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。これさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。誰も中にいませんでしたからね。ここからどうする、中に入れてきた、ボレー来た、2点目、後半始まったばかり、ベルギーリードを奪われてしまった。オーウェン、クロスをボレーで合わせました。同点に追いついた直後でしたから。さあここで点差がつきました。ここでリターン、大事なところ、同点のチャンス、そしてここはギャリー・ネビル、ジョン・テリー、イングランド、ここからの攻撃になります。ランパード、大事なところ、あっとここでファール、この位置から蹴るのはベッカム、直接来た、ここで流れをつかみたい、あっとホイッスルがありました。ここはボールを下げました。もう一度頭で、大事なところ、繋いでジェラード、ここに上ポール出てきましたね。いい動きを見せる、中を見ている、味方には渡りません、抜かせません、あ抜かれましたよ。さあ正面だ、コーナーキックのチャンスとなります。両者ゴール前を固めます。巻き込んでいった、さあチャンスを迎えている、さあ跳ね返した、そしてここはファンブイテン、なかなか前にスペースが作れません。さあここで動いた、攻撃のすべに悩んでいるようです。ここにファンデルヘイデン、読まれました、カットします、ここはファンデルヘイデン、中央から上がっていった、防いでいる、ちょっと危なかったですね。コーナーになります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ、はい、ヘディング、うーん惜しい、これは繋がりませんでした。この位置からスローインに変わります。ゴール前にいるのはオーウェン、再びスローインです。ボールを入れるのはアシリー・コール、サイドからボールを持っているのはジョーコー、さあ左を出してきた、これがあった、時間は後半30分を経過します。ここで組み立てていく、このパスは通らない、カウンターチャンス、ボールを回して、さあ追い上げたい、端からチャンスを作る、あと1枚抜けばというところでしたかね。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。さあこっからだ、さあ打っていった、今のなんかねもう少しね丁寧に打ってほしかったですね。ベルギーそろそろ攻めに入りたい、ヴァンデルヘイゲ大きく横へ運んでいきます。ヴァンデルヘイゲ、ピエロファンデルヘイデン、うまく走り込んでいる、いいボール、いい形で左サイドから攻めていきました。いや、いい形でしたよね。さあ
っていく。アグリーズ見せますね。いい形になった。中へは入れさせない。もう一度ちゃんと周りが見えてますよね。さあ後半40分を回りました。前が空いた。もう一度ご覧いただきます。しかしポジション修正してね、よくカバー入ってますよね。アグリーズ、ベッカム、さあ競っていく。上空一気に来た。あっとこれは通りません。キーパーキャッチしました。いいですね。うまくスペースを潰しました。狙ってきた。もったいない。リードしていますがここは攻めを見せました。ベルギーとしてはここは踏ん張らないといけないんですよね。ロスタイムも残り2分を切りそうです。もう一度シモンズ、ダル、左へ出す。シモンズ、もう一度、ここで試合終了のホイッス。イングランド1点差を守りきり勝利しました。しかし北澤さん、今日は最後まで目の離せない試合になりましたね。そうですね。こちらも得点していたんで、両チームのサポーターも最後までハラハラして見てたんじゃないかなと思いますよ。本当素晴らしかったと思いますよ。さあそれでは少しデータを振り返ってみましょう。イングランド、シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね。特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。試合を終えてみますと結果は2対1、イングランド勝利をものにしました。さあ放送時間がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それではハイライトシーンをお届けしながらお別れとなります。ごきげんよう。さようなら。